関西の方はそこで飛行機に乗られる。何やったんだ、どうだ。参ります。
海上自衛隊毎日の上海地で代理高田監査お聞きでございます。お聞きしますのは岩本雅史一等隊員です。内山准教授は陸上自衛隊の大レンジャー発祥の地としても知られています。
界は太陽と記録の限界において日々を完遂できるように過酷な訓練を受けた隊員です。レギュラー部隊の後ろを更新しておりますのは狙撃部隊です。狙撃部隊は敵に発見されないよう隠密に行動し遠距離からの正確な攻撃を進むとしております。着用しているのは敵から目を隠す通称 DPU と呼ばれる装備品です。ビッグの右が入る空中トレーラーです。
今大型車両が牽引しておりますのは約200メートルの推進が可能な野外駐輪トレーラーです。今大型車両に実際しておりますのは水害発生時に人員輸送、物品運搬で活躍する警察ボートと救命ボートです。後方に迫りましたのは第3後方支援連隊第2整備団体第1通過直接支援中隊です。引きますのは中隊長浅利智弘一等2尉です。後方の大型車両は軍用車両です。野外で設置するための工具等が設置されており、車両、設備、通信等の整備工事可能です。次に更新してまいりましたのは、第3発火隊の150ミリランプ FH70 です。 FH70 の射程は、現在地からですと満州中心までの目標を自立することができます。次に更新してまいりましたのは第3対策戦闘大隊のストロークス機動戦闘車通称ストロークス FGV です。ストロークス機動戦闘車は路上最大速度時速 100km という高い機動性を発揮するとともに高度な走行戦闘による高い命中率を誇る速度機能という敵を圧倒します。次に更新してまいりましたのは第4の1番第7の1番第381戦中隊の空軍機雷電源車です。空軍機雷電源車は空軍機雷電源用ロケット弾を発射する、フライデンを1つに届けて戦車の通路を開設します。次に更新してまいりましたのは大学校舎特化庁のマルタン式ビルディングトレーニングローバー通常通学です。マルタン式ビルディングトレーニングローバーは通常に対応している通信型トレーニングローバーで高い電気防御能力及び高い機動性能を有しております。Thank you.
出るの、はい、スケート。